癖が強いなっていう人。そうですね、やっぱりまあ先生とかも研究者ということがあるので、我が道を行くっていう人は多いなと思います。私が今一緒に仕事している上司も我が道を行くタイプです。でもすごいなって思うこともあって、そうやって自分が得意なこと、好きなことをこう突き進んでいって、それをうまくこう仕事にも生かそうと、なんか勉強し続けてるっていう姿はすごく尊敬しています。でも私から見ると独協大学生ってすごく真面目で努力家だなっていう印象があって、だけどなんかちょっとみんな自信なさげな印象があるので、もっと自信を持ってほしいですね。まあ、いろいろ迷うことあると思うんですけど、それって多分ほとんど正解がないことなので、自分に自信を持っていろいろ励んでいってほしいなと思います。